はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第248回でございます。今回のテーマは、最近の YouTube 変じゃないっていうテーマです。で、今回は自分がね、まあもう YouTube6 年以上、まあ丸6年か、7年目なんですけど、やってきて、まあこういう風に変わったよなっていうとこと、最近の YouTube についてちょっと思うことを、すごい、なんだ、完全に個人的な見解で喋りますんで、あの、下に書いてありますけど、YouTube とか YouTuber が好きな方っていうのはちょっと見ない方がいいかもしれない。そんなに過激な表現言うつもりはないんですけど、あの、不快な思いされる方もいるかもしれないので、まあ、視聴するかしないかちょっとここで、あの、戻る方もね、全然構わないので、判断してもらえたらと思います。よし、じゃあ行きましょうか。で、まあ、ね、さっきも言ったように丸6年やってまして、投稿歴で言うと、結構古残に入る、古い方に入ると思います、自分は。まあ、27だったのが33になってるからね、歳もね。で、始めた頃はさ、YouTuber なんていう言葉ももちろんなくって、YouTube 自体もそんなに盛り上がってなくって。ただ、当時から結構 YouTube 見るのは自分は好きで見てたんですけど、で、だんだんもうここ数年ですかね、YouTuber っていう言葉がものすごい広がりを見せて、テレビに出てくる人もね、まあ、ヒカキンさんがね、主になりますけど、出てきたりとか、まあ、歌番組もそうか、出てきたりしてて。で、まあ、YouTuber がすごい、こう、世に広がってきましたよね。で、それにあたって、やっぱり、もちろん、注目されるし、その人、YouTuber、その人って自分も YouTube やってる人間ですけど、まあ、ちょっと外野からの感じの意見で言わせてもらうとね、その取り巻く環境は変わってくるんだと思います。自分は、その、なんだろう、勉強動画の人っていう感じではそこそこ認知度はあるんですけど、ハイチっていう人間は認知度が高くないので、別に街中で声かけられることもないですし、そう。だから、生活は変わらないんですよ。そんなにね。でも、普通に街中歩けば声いっぱいかけられたりとか、わーってパニックみたいになっちゃうみたいな、ほとんど芸能人みたいな、アイドルみたいな、風な生活になってる方も多々いらっしゃるわけ。で、やっぱり、ね、住所がバレて、家に人が来てしまったりとか、犯罪にちょっとね、まがいなことに巻き込まれたりとか、そういう方も出てきてるわけじゃないですか。それも一個の問題点としてね。だから、その方たちが、もちろん、環境が変わっていく中で、そう、もちろん、心境も変わっていくからさ、しゃあないとこはあると思うんですよ。もちろん、あると思う。それはね、それは変化はすると思うんだけど、でも、やっぱり最近思うこと二つ主にあって、まず一個がさ、こう、当然、YouTube 何のためにやってんのって人それぞれ違うと思うんだよ。で、もちろんその一個にはさ、その理由は何個もあって、やる理由はね、一個にはやっぱお金のためっていうのは入ってくると思います。自分ももちろん入ってる。生活もかかってるからね。まあ本業はあるけどさ、生活かかってるからさ、お金は大事だよ。そう。でも、結構、これ自分の意見な、ごめんな。自分の意見だけど、まあ好きな YouTuber さんがさ、こう、まあ結構いるんですけど、昔より、再生数を取りたくて動画撮ってんだろうなっていうのが滲み出ちゃってる人がちょこちょこいらっしゃるんです。俺の感覚です、これは。すごい、俺の感覚なのでごめん、不快にしたら。でもそう思う。あ、これはもう再生数取るためにやってんだなって。昔はもう動画撮るのが楽しいっていうのが伝わってたんだけど、そうじゃなくなったなって方もやっぱりいらっしゃるんだよ。でも、しょうがないんだ。さっきも言ったように。それはしょうがないことだと思う。しかも、今、規約が変わって、例えば男性の上半身裸が映っても、収益対象バンされる、バンじゃねえ、外されることがやっぱりあるらしいんですよ。自分はそういう動画がないんで、わかんないんだけど、そういう、対象がないからさ。そう、でもやっぱりそうなってるらしいのね。だから、そうすると収益ガッて下がるだろうから、その方たちは。だから当然そういう風な流れにもなって、って言ってしまうのかなと。で、やっぱり登録者数が増えていけばさ、見てもらえるチャンスなわけよ。一本投稿しただけで何十万、何百万で再生される人たちだから、お金も全然変わってくるし。そう。ただ、その、なんつうんだろう。やっぱみんなの意見、若い子の言葉で言うんだったら、昔の方が面白かったっていう。まあ、それは一概にね、それは違うと思うんだよね。やりたいことが変わってきて、その動画のスタイルが変わってったから、面白くなくなったっていうのは若干自分とはずれるんですけど、動画撮ることが楽しんではないんじゃないかなとか、お金のためやなっていうのが視聴者の方に伝わってはいけないよねっていうのはね感じるんですよ。これは自分の意見だけど、もう自分の意見ばっか言ってるわ。でも思うんだよね、それすげえ寂しくなる、それ見てると。そうっていうのがまず一個、そういう方がすごい増えた。はい。点が一個で。で、もう一個は、
YouTuber 同士の喧嘩、喧嘩っていうか言い合い、ちょこちょこ出てきますよね。誰かと誰かが仲が悪いとか、まあ、本当に名指しでディスり合う動画を出すとか。で、これはさ、もう片方がふっかけてしまったのが原因だよね。主にもちろんそこが原因になる。それをさ、片方が言われて我慢して何も言わないっていうのも、もちろんそうなったらそれで収まるからいいんだけど、でも繰り返し言われたらさ、調子乗んじゃねえよってなるじゃん、当然。さ、なるから、取りたくもなるんだけど、まあ俺はお互いに悪いんだよ。と思うけどさ、裏でやれよって思っちゃうんだよね。動画にする人なくないって。動画にして、もちろん叩かれるじゃん。その相手のファンには叩かれるけど、でも大体がさ、こう、よく言ったなんとか、みたいな。俺も思ってたんだよっていう、その背中賛同を得たいんでしょっていう、ただ単に。ファンの囲い込みじゃないけどさ、天が怒ってて、なんか見にくいよね、それってものすごい。と思っております。はい。多くない?最近。それ。そう。別に誰と誰が仲良かろうがさ、誰と誰が仲悪かろうが別にどうでもいいっていう話なんだよね。正直。とは思ってますけどね。まあそれは、俺がその YouTuber の友達がいないので、そう。いないからさ、友達。だから、多分一人でずっとやってるし、で、もともと学生の時からね、こうね、つるむんだことがないんですよね。友達少なかったから、そう。だから余計にそういった、わかんないんだよ、きっとそういう感覚が。だから余計、なんかそういう意見になっちゃうのかもしんないけど、なんかなっては思うよね。で、まあこれね、すげえこう、個人的な意見なんだけど、まあ、学生が多いじゃん。自分の、このね、チャンネル見てくれてる方も学生がすごい多いし、で、YouTube 自体もさ、学生がめっちゃ多いわけ。10代比率が、10代のね、比率がすごい高いからさ。で、10代のみんなにね、すごいね、こう、頭の片隅でいいんでね、ちょっと覚えておいてほしいことがあって、その、推しの YouTuber、みんなが好きな YouTuber がいるじゃんか。がさ、もしね、なんか不祥事を起こしたとするじゃん。それさ、不祥事の度合いにもよるよ、別に。だから度合いがさ、本当に、こう、ちょっと、やっちゃったなって。まあ、どんまいどんまいがで許されるもんだったらいいんだけど、まあ、そうじゃないのもあるわけじゃん。まず、これは、ラインがどっかわかんないけど。で、もし、みんながね、そういう風に、推しの YouTuber がやってしまった時に、ぜひ、いや、応援してますって。例えば、今 YouTuber のさ、その流れから言うと、不祥事を起こしますと。謝罪動画出しますと。数ヶ月禁止しますと。はい、帰ってきます。っていうのが流れじゃんか。まあ、それがもう一般でしょ今の YouTuber の。で、まあ、そうなると思うんだわ。その時に、もちろん、ファンだからさ、帰ってきてくださいって、頑張ってくださいっていうのは言いたくなるよね。いや、もちろん言っていいと思うの、それは。だって支えたいから。応援したいだろうし。いいんだけど、でもそれを、思う前とか言う前に、一言、咎めなきゃダメだと思うんだよ。本当に好きだったら。っていうのは思ってて、これは別に YouTuber だけじゃなくて、みんなの友達とか、親友とか、恋人、これから先ね、の時でもそうなんだけど、恋人とかなんかやらかしたと、時に、いや、もう、ね、やらかしてしまって、支えたいし、なんかこう、励ましたいって思うけど、ひとまずちゃんと謝れよって言わなきゃ、って思うの、俺は。だからその YouTuber に関しても、ちゃんと反省してくださいねって、のは言わなきゃ、とは思っちゃう人なのね。それを言った上で、でも、帰ってきたらちゃんと応援しますからって。それはファンは変わらないんで、応援しますずっと、みたいな。のを言ってあげたらいいと思うんだよね。それってなくない?YouTube の。あるんだろうけど。でも大体の人がさ、なんかやらかしてもさ、なんとかさ悪くないですよとかさ、っていう流れになっちゃうから。まあそれはすごい感じるかな。そうそう。だから、まあ俺別に今のところ不祥事起こすこと何もしてないけど、今、まあこれから不祥事起こすのかなわかんない。起こすのかなとかおかしいけど。今のところ予定ないんだけどさ、まあもしなんかやらかしたらさ、普通に自分の、まあ自分のファンっていう方あんま多くないけど俺はもう授業動画の人だからさそうハイチっていうのがあんま認知度が高くないんでね、まあ、そういう方あんまいらっしゃらないけど、まあ、もしねなんかやらかしたらぜひぜひ言ってやってはっきり言ってやった方がいい。それが俺のためになるし、そう、ぬるま湯に浸からせちゃダメだよみんな。そう、大切な人をね、応援したい人をちゃんとちゃんとそこへ行ってあげよ。ちゃんと熱湯に一回落としてあげてこらっつってでもその出てきた時に優しくタオルを差し出すじゃないけど、支えてあげるっていうのは必要だと思う。飴とムチじゃないけどね。っていうのは思ってます。はい。まあこんなこと言える立場じゃないんだけどさ。でも、そう。まあ、言いたかったのは最後のとこかな、やっぱり。
一番そこだったんだけど。まあまあまあね、ちょっとあんま楽しくない話だと思うんですけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。では、来週は、夏休み入った時だよね。大体の方がね。と思いますので、まあ、だから何ってわけじゃないけど、また何かね、喋っていきますので、よかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。